黒ゴキブリは、ゴキブリ目ゴキブリ科に属する昆虫の一種である。屋内に生息するゴキブリとして代表的かつ著名。体長25から30ミリメートル。体は扁平で、体色は黒か四色で光沢がある。羽は大きく飛翔することができる。日本の関東地方から奄美大島まで、台湾、中国で見られる。本州中部の場合、一般に5から7月に浮かし、 5から10月に産卵を続ける。卵小には22から26個の卵が入っており、摂氏27度では41日で孵化する。孵化後300から350日後に成虫になるものが多く、成虫は摂氏25度で200日、前後生存する。メス成虫は一生で20から30個の卵小を産む。雑食性。各種食品、木材、パルプ。 比較など、食害対象は後半である。これらの消化は、腸内バクテリアによって実現されており、摂取35度を超える高温環境に置かれ続けると、それらバクテリアが死滅し、消化機能不全により本種は死亡する。不衛生で湿度の高い環境に好んで済み、また集合フェロモンで、個体間の凝集、接触が盛んである。このため、 人の健康上有害な物質や病原体を媒介する衛生害虫である。また、糞による汚損、汚染ももたらす。1970年頃まではポリオウイルスの媒介者とみなされていたが、2000年代では否定されている。体寒性が高い。最近では北海道においてもその存在が確認されており、日本に生息する屋内製のゴキブリでは、 越冬可能な唯一の種である。天敵は、足雲家具もセえるーナバチムカデなどである。本種は、日本在来の昆虫ではなく、人類の海上移動に伴い侵入してきた外来種である。原産地は、中国南部であるとする説が有力。日本では、宮崎市田野町、本野原遺跡から発掘された、縄文時代後期の約4300年前の時に黒ゴキブリのものと、 累水される卵症の跡が発見されている。この発見以前は18世紀前半に南西諸島に上陸し、以後島津帯に分布を北上させたと見られていた。また、日本に限らず様々な地域を渡り歩いて分布を広げたコスモポリタンでもあり、ほぼ世界中で姿を見ることができる。ありがとうございます。